わきわきわっきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山がお送りします。ガチャ動画、じゃん、買っちゃいました。ガシャポンマシントライ、新たなガシャポンマシーン、本物じゃないんですけどね、おもちゃなんですけども、これの緊急レビューをしていきたいと思います。おもちゃと言いながらなかなか本格志向でね、第1弾の旧型のね、玩具、ちょいちょいね、この動画でも出てきたと思うんですけど、これはね、新型で、今年のね、3月ぐらいですかね、松本幸四郎が沼るという番組で、バンダイさんもいらっしゃって、こちらの機械をね、扱ってたんですよね。うわ、出るんだと思った半年後に、ようやく登場ということで。バンダイ公式ガシャポンマシントライですが、約2分の1サイズのカプセル自販機。これあの、ガシャポンっていうね、下のロゴも今年こちらになりましてですね。2022年のミニチュアということになりますね。定価が税込み7590円を私は鶴ヶ谷より5980円でゲットしました。なかなか安くていい買い物をしたと思っております。ポイントはね、ディスプレイカードをいろいろ作ってみようということでね。オリジナルのディスプレイカード作れるんですね。でさらにはこちら、硬貨と専用コインどちらも使える。硬貨だったら1円から100円まで入れれば全て回るという、だから専用コインをなくしても半永久的に楽しめるという作りになってますね。高さがおよそ 31.5 センチ、横がおよそ14センチ、持ち運びに便利なサイズですね。こんなシーンで大活躍。お家でパーティーで。年末年始、盛り上がること間違いなしですね。開けるとですね、ドン。可愛らしいキャラクターでね、ほら。ね。ありがとうございますという。これ今後なんかキャラクター展開していくんですかね。そしてまずは、蓋。蓋ですよ、蓋。ガシャポンっていう説明書があります。専用コインが。出てくるのはこちらでございます。かわいいよね。かわいか黄色青の信号機のようなカプセル。これはあれですね、ミニカプセルの方ですね。これがちなみにね、可動式金消しのカプセルですけど、まあそれから比べるとカプセル自体小さいですけどもね、はい、楽しそうです。そしてよいしょ、ではコインをイン。おい、出てきた。綺麗に出てきますね。いいっすね。100円入れても回るというのはね。ういー、あ、こうね、こうやった。なるほど、なるほど。こう入れると、OK。なるほどね。こうやってね。いいじゃないですか。まあ、このサイズでね、オリジナルのディスプレイカードを作って入れることもできます。これね、今後ろに入ったお金がね、こっから取れるんですね、こっから。よし。ね、ちゃんとこうやってお金が入ってるんですよ。ねえ。前よりもかなり、スマートになってグレードが良くなりましたね。最後にもう一回やるから。黄色が出てきました。ただ贅沢言うとね、カプセルがね、これより大きいサイズが出るといいんだけど、そうすると中に入んなくなるんだよね。歯がゆいところですが、ここはね、本物みたいにね、こう外せるとね、かっこいいんですけどね。まあそこまでのギミックは難しいですよね。結構カプセル入るんじゃないですか、これね。入ったら9個ですけど、ちょっとやってみますかね。何個入るかやってみましょう。これと大きさ同じですからね。10個、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。お、
ということで、カプセルは全部で23個入りそうですね。23個、もうちょっと入るかな。これでよければ24個入りますね。閉まればいいか、微妙だけどな。ちょっと浮いてますね。これは抜いて、はい、無理くり23個入りますね。23個、もっと入りそうだよな。ちょっともう一回、よし、はい、24個入りましたね。びっちりね。ちょっと浮いてるな。いける25個。いや、いけねえな、もうこれはな。ちなみに引っかかってもここのボタンはダミーですからね。ここも返却はなりません、ね。クリスマスに向けてぜひこのレビューをきっかけにお買い求めいただいてもいいんではないでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、エモーイレトロガチャガチャの情報、オリジナルのガチャガチャの情報などなど、まあいろいろカプセルトに関してコメント欄にて受け付けております。それではまた次回。